ボルドー液を散布したブドウのハボルドー液とは、殺菌剤として使われる、硫酸銅と小石灰の混合溶液。塩基性硫酸銅カルシウムを主成分とする農薬で、果樹や野菜などの幅広い作物で使用されている。1リットルあたりの硫酸銅、生石灰のグラム数に基づき、4から4式ボルドーや、6から6式ボルドーのように表記する場合もある。また、ボルドー液は、 農林水産省が告示する有機農産物の日本農林企画の別表にで指定されており、有機農法での利用が可能である。19世紀初頭のボルドー駅の広告ボルドー駅は100年以上の歴史を持つ伝統的な薬剤であるが、広範囲の病害に対する優れた予防効果と残効性を持ち、しかも安価であることなどから現代でも農業において欠かすことのできない存在である。 全登録農薬を網羅した農産漁村文化協会観光の農薬防除便欄には塩基性硫酸銅の水和剤として井上石灰工業の IC ボルドー 66D、IC ボルドー 48Q、IC ボルドー412の3種類と日本農薬の富士銅フロアブル、Z ボルドーの2種類が掲載されている。ボルドー液の殺菌効果は 同オンがセルフヒドリル構素を参加することによるチオール阻害であり、病原子状菌のみならず、病原細菌にも有効である。また、耐性菌が生まれる心配もないとされ、効果が安定している。茶白性病や水頭胃持病など、長年ボルドー液が唯一の特効薬とされてきた病気も少なくなかった。ボルドー液はその優れた残光性から、早、 果実の表面を多い植物の内部への病原菌などの侵入を防止する効果も有している。こうした細菌等に対する効果のほかにも銅イオンがエチレン受容体に配位されることで植物ホルモンの一種であるエチレンが機能することから植物そのものを活性化する作用もあるとされる。また銅にはエリシターとしてファイトアレキシンを誘導する効果、つまり 植物の免疫機構を活性化する効果も認められている。さらに、ナメクジやカタツムリなどは、同オンを寄付することが研究で明らかになっており、これらの防除効果も期待できる。一般的な調整方法の例として、大阪府環境農林水産部農政室、水深化病害虫防除グループによるボルドー液の調整法を一家に示す。このように、ボルドー液は、 使用する前に、庭先混合と呼ばれる、煩雑な調整作業を必要とするが、IC ボルドーのように事前に調整が完了しており、水で薄めるだけで使用できる商品も存在する。ボルドー液に使われる、硫酸銅は劇物に指定されているが、ボルドー液自体の安全性は高く、収穫物に残留するレベルの量では人への危険性はない。 ボルドー液のような無機動農薬を使用した農産物は日本農林規格において有機農産物の表示が認められている。ただし、硫酸銅は水生生物に強い毒性を有するため、ボルドー液が河川、故障、養殖地及び海域に飛散、流入しないよう注意が必要となる。また、生石灰は水と発熱反応するほか、石灰が 皮膚や目に直接触れると汗や涙と反応して化学熱症の原因になる。また、作物の種類や不適切な混用などによっては作物に汚損などの薬害を起こす場合もある。そのため、ボルドー液の使用に際しては適切な装備と適切な用法を心がける必要がある。かつてはボルドー液に酢酸フェニール水銀やエチルリン酸水銀などを 配合した水銀ボルドー液が使用された時代もあった。これは、同化合物の予防的効果に、有機水銀の即効的な殺菌効果を付加したものであったが、水銀が人体へ与える、危険性が広まるにつれて使用されることはなくなった。ありがとうございます。